まあ、こんなに、もうすぐ、ありがとうございます。すごい。皆さん、早い。嬉しい。こんばんは。佐々木ゆかりです。よろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、ショールーム、オープンレック、やってます。ぜひ、フォローというところを押してください。アピール。はい。ということで、先ほどは、荒野行動、いい運動会の配信ありがとうございました。今日はですね、メイクしてたんですけど、なんと 配信では顔が出ないということで、そうなんです。だから今日ちょっとメイクちゃんとしてたんですけど、オープンレックで顔がね、ちょっと出せなかったっぽいので。はい。そう。メイクしてたのに。今日はもうバッチリメイクしてます。でもナチュラルかもしれない。そういえば、なんだっけ。あれれれ、あれ。どう、私ハイライト。すごいお気に入り。あ、じゃあ今ちょっとメイク道具持ってて、今日はオペラのコーラルピンクを塗っております。はい。で、ハイライトはこちらのハイライトを使ってます。結構、いや、もうずっと愛用してますね。すごい、もうこの鼻のとこも入れてるし、ほっぺのところも入れたり、ここも入れたり あとここ立体的に見せてくれるのでお気に入りです。ダイヤモンドハイライト、結構お高かったです。でもすごい、全然減りもしないし、好きです。今まで使ってきたハイライトの中で一番好きなハイライトです。ファンデーションは RMK です。一番素肌っぽいというか、自然にね、潤いを出してくれるので。はい。で、アイシャドウはルナソルのアイシャドウです。はい。もう結構減ってきましたね。あ、ちょっと待って、難しい。鏡を持ってて難しい。こうかな。こういうピンクっぽいのを使ってます。結構ね、ここの下の段いっぱい使ってますね。はい。で、結構もう濃いめのピンクのところは上にのせてます。上のまぶた広げてますね。でもやっぱさ、実際この鏡で見るのと、この配信で映る自分ってやっぱ違いますね。で、ここの目の下は、ピンクとピンクを混ぜて、薄いピンクと入れてますね。目の下。はい。ピンク系が多いですね。ピンク系、ナチュラル。うん。
とは何だろう。あとチークはこういう色を使ってます。肌なじみのいい色、派手すぎなく、そう、肌に、肌といい感じの色のチークです。このリップとも多分相性がいい。はい、チーク薄いかな、どうでしょう。ちょうどいい。うん、突然のメイク配信みたいな。うん、はい、チークはアディクションですね。うん、ずっとこれも愛用してます。結構目は濃いんですよ。ほらアップで言うと分かるかな、結構濃いめなんですけど、やっぱね、引きで見るとちょうどいいのかな。うん、まあでもブルベなので、こういうブルーっぽいアイシャドウ、なんて言ったらいいんだろう、黄色みがかってないもの、これもだけ、これもね、あのオレンジっていう感じじゃなくてピンクっぽい、うん、コーラルピンクっていうか、うん、いいのでとてもお気に入りです。はい、そうですね、うん、本気モードの床でめっちゃ綺麗。本当ですか、ありがとうございます、嬉しい、嬉しいですね。あとは最近劇場とかだとこういうリップも使ってます。結構もうピンクっていう派手めなピンクですね。ディオールのこういうピンクのリップと、何やこれ、ロムアンドロっていうリップ、ティントリップ、これも結構劇場で使ってます。結構ピンクになるんですよね。うん、はい、リップはたくさん持ってますね。いろいろな種類の。本当にたくさんあって、なんかもう、見てるだけでも楽しいし、やっぱその、コスメの、まあ、ブランドとかにもよって、その、リップの香り付きとか、あとラメが入ってるものとか、たくさんあって、いいですね。うん。でもちゃんとやっぱ最後まで使って、はい、大事にしようと思います。うん、そういえば明日も自由運動会の練習配信出ます。うん、マネージャーさんから言われました。私そんな、むしろ私そんな出ていいんですかって感じなんですけど、あのゲームということで、はい、
は多分画面に多分いると思う。ゲームといえばゆかるんさん？そう？そうだよな。 ゲームといえば私やな。 OK、 よし、自信を持って今言いました。よし。 でも荒野行動は得意じゃないけど。 せやせや。声は期待しません。しなくていいです、本当に。まあ明日もあると思う。明日もあると思う。エンジョイ勢、ガチ勢、エンジョイですよ。私は、ガチというガチは、あれですかね。何ですかね。なんだろう。いや、もうほんと最近ドボンできなすぎてごめんなさい。いや、私今月8000回って言ったけども、8000回全然たどり着かん。まあ正直ゲーム配信機関でユカルのなんだこれと続き書いて。 たどり着かんのよ。一気にやりすぎたんかな。7000回は行った。でも、なかなかできてないですね。でもなんか最近、本当になんか落ち着かなくて、何かしてないと落ち着かなくて、でもね、そう、演技レッスンとかも、入れたりして、あと個人的になんか盾もなんかやりたくて、アクションっていうか、もう勉強したいなって思ってて、なんかそういうのを調べてたりとか。 なんかそう、なんか、すごいやりたいことが、
経験積みたいと思って、最近はそういうことを、なんか本当なんか何かしてないと落ち着かないみたいな人になっちゃいました。確かに、ほなさんに聞いてみよう。ほなさんは、あれや。アルアメで共演した。ね、そうそうそう、仲良し。ほなさん確かに盾が得意って言ってたから聞いてみようかな。なんか本当に、まあ、時間がもったいないと思って なんか、ちょっと本当に何かしてないと、何か、もういろいろ調べてます、最近も。いろいろ。なんか焦りもあるのかな？わかんないですけど。でもなんか、何かしてないと落ち着かなくなりました。あとは、ゲーミング PC も欲しくて 家にあるんですけど、なんかノートパソコンの方のがすごい気になって最近調べてます。本当にやりたいことありすぎて やばい。家にあるのはデスクトップ、そうですね、デスクトップの。を欲しくて。なんか、なんかオープンネックもそうだし、いつかっていうか、まあ動画編集とかもできるようになりたいし コンピューターというか、なんか、まあでも本当に全然詳しくないし あれなんですけど、そうね、なんか YouTube やりたいっすね YouTube やりたいですね。まあいつかやりたいなと思ってるんですけど、妹詳しかったです。なんだっけ。いや、いつかやりたいんですよね。でも、やっぱりこう、二つ同時にやるのは、すごいやっぱ難しいことで、家族っていうか、まあ、本当に、やっぱ、ね、なんか、
でもね、やりづいたな、こういう毎日何かしてないとダメなんですよね最近何かしてないとなんか、ダメな人になってしまいました。なんか休み、なんか落ち着かないですね。焦りますよ。でもまあ焦ってるけど、でもなんか本当にやりたいことがありすぎて親とかにも相談してもらって、家族みんなに相談してもらって、なんかやっぱり知名度を上げるためにもツイッターもちゃんと更新しないとって言われました。フォロワー数を増やそうって言ってくれました。確かにそうだなって思いました。自分は向き合ってないなと思いました。ずっと苦手意識持ったままで。自分を知ってもらうのはやっぱり伝えていかなければいけないなと思いました。でも本当にフォロワーさんは増やしたくて大事なのはやっぱりしていただきたくて、気持ちもあって、でも発信するのが苦手なんですけど、でも挨拶はできるので両親に応援してもらうことって嬉しいことだよ。本当にみんな、私の家族は本当に すごい、もう19年前からずっと応援してくれてて、すごい親身になって話を聞いてくれたり、サポートをしてくれるので。で、私のね、その今ツイートしたこととか、毎日、ほんとちっちゃいことでも、なんか、拡散してくれるファンの方がいらっしゃったり、あと、私のファンの方は、すごいリプがマメな方が多いなと感じました。全部読んでます。この間の、おはようございますっていう、ペットボトル持った写真あったじゃないですか あれに対して、もうなんか、本当に皆さん、おはようございます。でね、返してくれたり、プラス言葉をね、こうで出てくれたり、お優しいって本当に。あとね、リツイートとかもしてくださって、本当に皆さんの私のファンの方だったり、私の
その発信したものを見て反応してくださったり、もちろんいいね、いいねも本当に嬉しいんですよ。うん。ね、それで、なんか、ね、ゆかるの輪が広がって見つけてくださったり、ありがとう。なので、11月はショールームを毎日すると言いましたが、劇場で。12月は毎日ツイッターを更新するに決めます。した。決めます。はい。ちょっと明日も、もう私多分毎日ツイッター更新したことは本当になくて。いつも2日とか3日とか空いちゃうなんですけど、毎日1回絶対ツイートする、苦手だけど。でも本当にやっぱ目標というか、目標のフォロワーさんの数目指して頑張っていこうってお母さんが言ってくれたので、やっぱり、そう、広げていくので、皆さんも、本当に、皆さんのツイートに、よかったら、拡散してくださったら嬉しいです。本当に私は、目標目標はハッシュタグ拡散希望で、ああ、でも私は本当にそれがなくてももう拡散、もうなんて言ったらいいんだろう、拡散していただけるようなツイートをしたいと思いますし皆さんね、自然とリツイートボタン押しちゃってるって感じの人になっていたいので。語彙力がなくて。はい。うん。なので。そうですね。まず本当に写真が長すぎるので、写真を探して可愛いの投稿できるように頑張ります。フレッシュに若い子みたいに頑張ります。はい、アイドルとして可愛い写真を投稿できるように頑張ります。昔の自分になって
頑張ります。大人っぽいのも。確かに動画も撮りたいですね。いやでもツイッター確かに755と一緒で結構やっぱ時間が経つとどんどん見れなくなってしまいますので、皆さんにね、リツイートしていただいて、自分のページで何度も見ていただけるような人になりたいなと思います。うん。Android ってなんかストーリーみたいなやつ使いましたっけ？使えないんだっけ？あれをフォローしてる方には通知届く。あれ？インスタと一緒？フリップ機能。通知来ない。普通に表示されて見れますよみたいな。うーん。え、更新、アプリを更新したら、アップデートしたら使えるようになるのかな。そうですね。ちょっと増やします。頑張ります。目標はね、目標は5万人 です。はい。今、ショールームをね、見て、フォローしてくださってる方も、ちょっと待って。もう一個の携帯でちょっと見ますね。りがとうございます。 フォローしてくださる方が今いました。今いました。 ありがとうございます。なんて控えめな。私は5万人目指してる。あ、え、フォロワーさんの数見れる？現在、31,497人の方だって。すごい。
3月でしたっけ、3月か2月ぐらいに3万人達成して動画を上げさせていただいて、4万人になったらまた動画を載せたいなと思っているのですが、そうですね。やっぱり私は基本的にプライベートなことというか、あんまり発信していないので、やっぱりツイッターといえばハッシュタグといいですね。好きなこととか、発信していって、ゲームの紹介、ああ ファミコンのソフトとかね、確かにそれとかもありだと思います。皆さんに私がどのようなゲームをして育ってきたかっていうのも確かに知っていただけると思いますし、確かに ハッシュタグ今日のルンちゃん、わ、何かわいい、かわいい。ワンワンがワンワンしてる。そっか。何？なんかもう思ったことを発信ですね。メイク、ああ、メイク使、何々使ってるよとか。今日のワンワン。フォロー数も増やそう。ああ、確かに。フォローはな。フォローしてくださる方は基本フォロー返してたりしますけど。あとあれだ。なんか、投票機能みたいな ああいうのも使えそうですよね。ありありですね。フォロー返し、あ、その、メンバーとか、その、スタッフさんとか、あとお仕事で、関わった方。とかはフォローしてくださってたら返したりとかしますね。アンケート。
ございます。フォローしてください。嬉しい。嬉しいです。今ねここで話したね、どれくらい時間が、どれくらい時間かかるか分かりませんが、やっぱり思ったことは伝えて、はい、いきます。うん、達成したらぜひあの増えた、今ね2人増えたと思う。うん、いやもう本当に嬉しい、もう本当に嬉しい。さっき見た時も6人くらいかな多分。うん、いや嬉しいですね。通知来ます、フォローされましたみたいな。うん、5万人目標、ツイッターフォローしてねの紙に書いて貼っておきましょう。書きます。でもやっぱりこのお母さんともいろいろ話して、やっぱりその SNS のそのフォロー数ってやっぱ結構重視っていうか、そのやっぱこうお仕事とかもそうですけど、やっぱ結構そのまあ数字が全てではないんですけれども、やっぱりそういう数っていうものはね、やっぱ結構ね、なんかその自分のさあれになるじゃないですか。うん、だからまあメンバーそれぞれやっぱその始めた時期とかも違うしね、あれなんですけど、私は結構遅かったんですけど、あの時が懐かしいですね。ツイッターをやらせてもらえないみたいな。うん、確か朗読劇か舞台かなんかそういうのをね発信したかったくて始めたいんですって言ったんだけど、確かそうあったんですけどね。うん、結構あの時はでもメンバーあんまりやってなかったですもんね。やっぱりその佐々木ゆかりとしてのそのなんだろう、このねフォロワー数が全てじゃないけどパッと見の評価ではある。うーん、かうん、なんでやっぱその SNS は本当自分の発信できる場所なので。
そうですね。世界的に発信はされますが、見てくれてる方は、ね、でもこうやって意識し、一つ、意識っていうか、目標っていうか、なので、気持ちは新しく、12月から 12月？まあ、11月も頑張っていきたいと思います。もうすぐなんですTikTok。 やったことない。メンバーのなんか動画でやったことあるけど、自分見たこともない。 もうダメですね。はい、すいません。あ、インスタで配信？ラジオはどうやって？語彙力がないから不安ですけど。 インスタライブは1、2回やったことあるんですけど、コメント欄がすごい荒れてたのでやめました。すごいもう、なんか、ってなったので、やめました。ごめんなさい、私単純なんです。もう本当、単純というかもう本当に、ああ、もうここはちょっと自分向いてないかもと思ってやめました。はい。怖かった。ショールーム全然優しい。 2回しかやってないですね、自分。笑ってください、もう全然。最近特に好きな食べ物何ですか？最近よく食べるのは、サラダチキンと、あと、毎朝私起きたら足の筋トレして、その後プロテイン飲むっていうのがすごい流行ってます。ハマってます。
なってないです。なってないです。え、プロテイン飲んでますよ。ホエイプロテイン。家で。朝、食事する前に筋トレをして、体をほぐして、飲んで、ご飯を食べるっていうのがルーティンですね。やっぱ運動した後に飲むのがいいと聞いたので。はい。でからでもいいよかったね、さっき。やっぱ起きた時が一番なんか体も回復してるし、疲労感みたいなのないので、やっぱ筋トレはいいですね、朝やるの。でも筋肉ついてきましたよ、足がいい感じに。すごい。あ、誰か。ツイッターとかも話戻ってしまうんですけど。なるべく12時以降は発信しないようにしてます。そういうふうになったって言ったらいいのかな。なので。755もそうですけど。やっぱりみんな寝てる時間だから。みんな寝てる時間だから。 のがいいのかなって。いやー、ドボンはもう秘密ですよ。いやもう、やっぱ楽しい、ゲーム楽しすぎるとやっぱ時間忘れちゃうっていうのは怖いことだなと思いました。今は、ちゃんとね、この、まあ、21時台とかにね、ドボンとかやってるんですけど、あの時は、ちょっと本当に、ちょっと良くないことをしてたなと思いました。はい。いや、怖いですよ。だって自分、時間があっという間すぎて、楽しくて。ドボン依存症。
確かに依存してましたね。でも、まあ時間的には良くないとは思いました。みんな心配かけちゃうし。まあでも、ユカルンと対戦できたっていう喜びが、もう一人でも本当にそうね、感じていただける人がいたら嬉しいなと思いますし、うん、なんか深夜ね、こうゲームで遊んでくださっている方々にも、やっぱこう喜んでいただきたいなという思いもありまして、その時間にしかできない方もいらっしゃると思うし、メンバーと対戦ね、できないんじゃないかって思ってる方もね、いらっしゃると思うんですよ。だから、うん。ね。少しでも夢、なんでなんて言ったら、笑顔になっていただけたらなと、思いますね。うん。私はね、そうですよ。皆さんにハピネスの証拠をゲットしてほしいんですよ。ゆかるの。ビジネス、ときめいてます。キュンです。ね、そうですね。皆さんもツイートでね、書いてくださったり、嬉しいですね。うん。お腹鳴った。お腹鳴った。ご飯食べましたよ。またお腹鳴った。食べましたよ。今日の夜ご飯はさあ、だとサラダチキンとエビと、久しぶりにピザを食べましたね。うん。で、プロテインバーみたいなのを食べました。お母さんからアイスあるよって、モナカのアイスあるよって言われたんですけど、私はそのアイスを食べないように、明日食べることにしました。お母さんから言われたけど、誘惑に勝ちました。いやでも本当にあれですね、歯の矯正始めてから本当に感触がなくなりましたね。感触、お菓子とかご飯食べる以外外さなくなりましたね。ジュースも、そう、マウスピースって言って透明のものをね、上と下でつけてるんですよ。
もうそれつけると本当に食べ物も食べれないし、ジュースとかも飲んじゃうとあまり良くないんですよね。やっぱつけてるから。その間になんかその甘いものの成分とか入って虫歯になっちゃったりとかもするので、本当に飲み物はシリカ水っていう。シリカ水っていう。少しお高めの お水を最近飲むようにしてて。メイクさんが教えてくださったんですけど。そう。メイクさん。よしてもらって、シリカです。シリカ水。もう水しか飲んでないですね。劇場の時も自分でシリカ水を持って行ってたりとかして。飲み始めて1ヶ月経つかな。もう少ししたら多分1ヶ月経つんですけど、でも本当に、なんか肌の水分量が増えた気がします。炭酸とか飲まなくなりましたね。あとあれですね、それシリカ水でプロテイン作ったりとか プロテイン飲んでたりしますね。携帯の充電がない。こっちの携帯です。昔使ってた携帯、今日2台で荒野行動のやってて充電切れました。いや、本当エクスペリア強すぎるよね。いや、アンドロイド強すぎる。だって、落としてるの、私何回も落としたのに、全然画面も割れないし、強いし。なんかめっちゃ綺麗じゃないですか。もうケースも外してるんですけど、もう使ってないので。だから私はエクスペリア 今はギャラクシーなんですけど、まあ多分次もギャラクシー買うかなみたいな感じですね。アンドロイド、ギャラクシーはカメラがすごい綺麗でも、エクスペリアも大好きです。すごい、広角だし、インカメラ使った時やっぱ、こっちのギャラクシーよりも、エクスペリアの方が、すごい全体的に撮れるなって思います。みんなと撮るときとか。もうずっとね、やっぱ機能性はずっといいですね。もう1年半くらい使ってます、この携帯。全然充電の減りとかもないし、1日、ほんと朝レッスンとかやって、夜帰ったとしても全然充電の持ちいいし、容量もう全然困らないし。
いいですね。でもエクスペリアめっちゃいいです両方大好きです。まあ、周りのメンバーが iPhone 使ってて、やっぱ自分にしかないデザインみたいなのに惹かれました 多分 Android 使ってる理由、もう一つの理由は多分みんな同じ、まあね、iPhone 率が高いので AKB は なんだろう、自分にしかないこのカラーとデザインみたいな、あそこがいいなって思いますね。あと私は iPhone 使ってた時にものすごくケースが欲しい欲みたいなのめっちゃあって、すごいやっぱ iPhone はケースのデザインが多いし、可愛いのもキャラクターとかいっぱいあるから、本当に月に何回っていうか、もう本当にしょっちゅう変えてたんですけど、今この携帯は1台目ですからね。もうケースずっとこのなんか緑、ミントとベージュのなんか。だからそのケース代がなくなりましたね。なんだろう、欲っていうのかな、なくなりましたね。めっちゃ節約。ケース代がかからなくなった。そう、iPhone に比べたら Android は結構やっぱケースの種類が少ないんですけれども、やっぱ2年おきぐらいに変えてるので なんか、ケース代、節約しました 洒落感覚で持てる、楽しかったですけどね。でもなんかそこまで欲みたいなのはなくなりましたね、昔と比べたら。気にしなくなりました。ぐらいかな今日は声のトーンが穏やかだねー。だって いつもは気になるところですが、明日も穏やかでいられますように。気になるわ。途中でさ、書かなくなるの気になるわ。やん。もう今日のショールームはたくさん話しましたね。思ってることとか、自分が目指してる目標というか、皆さんともこう話したり伝えることができたので本当に良かったです。11月もね、終わってしまいますが、もう後半か。そして3連休か。
さん、ぜひショールームをね見てくださると嬉しいです。明日も楽しく過ごしましょう。それではまた明日お待ちしています。明日も配信、明日もゲームかな、よろしくお願いします。ツイッター見てくださいバイバイ、おやすみなさい。皆さん本当にありがとうございます。最近スクショできなくてごめんなさい。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。